えー、お疲れ様でございます。今回 FTX の破綻に関しまして、ビットフライヤーからも公式見解が出ております。まあ、直接的にね、FTX と関係がありますよっていうふうな文章は読み取れないんですけども、おそらく FTX の、まあ、資産管理状況における、えー、このね、現象によって、えー、まあ、様々な暗号通貨の取引所への不信が高まるのを払拭する意味で、ビットフライヤージャパンがこのような公式声明を出していると思われます。まあ、おおむねですね、 えー、うちは大丈夫ですよってことが書かれてるんですけども、ちょっと文章そのものを読んでみましょうか。えー、いつもビットフライヤーご利用いただきありがとうございます。当社では暗号資産交換業及び金融商品取引業に関する法定通貨や 暗号資産を当社に帰属する自己資産とは分別して管理しているということで、分別管理がやっぱりね、原則なんですよね。あの、一色他にしちゃうのが、まあ、海外の取引所だったりとか、急成長してると言われてるところの闇なんですよね。まあ、そこに対して私はずっとね、警戒をしていたということになります。あの、バイナンスもね、結局、お客様からお預かりした資産で、あちこちに、まあ、分散投資したりとか、レバレッジかけちゃってるんで、これ一旦ですね、 あの、逆回転を受けると、凄まじい勢いで破綻に向かうわけですよね。そういう意味で言うと、ちょっとこう、危なっかしい取引所なのかもしれませんし、まあなんせね、バイナンスはね、中国共産党が支持してますんで、上にいますんで、もうちょっとこれはいつ一瞬のうちに、個人情報から資産状況から持っていかれるかわかりませんからね。うん、KYC とか本当危なくて送れないと思います。 はい、続きます。お客様の日本円は、信託銀行、銀行などの金銭、信託で分別保管され、お客様の暗号資産は、一般社団法人、日本暗号資産、 取引業協会にが定める暗号資産交換業に関わる利用者財産の管理等に関する規則ガイドラインに従い、えー、常時インターネットに接続していないコールドウェルトにて保管されています。ね、安全ですよね。こうやって安心ですよね。コールドウォレットのアクセスは物理的にも厳格に制限しており、非常に高いセキュリティを担保しています。ということで、コインチェックがね、やっぱりね。 あの、資産を持ってかれちゃった、みたいなことがありまして、あそこから特に、ええー、あれも世界中を震撼させましたけども、あれすごいですよね。コインチェックはお客様への資産を全部保証して、その上で各、交換業者、日本の業界っていうのは、これほどまでにセキュリティ高めたってことですよね。なんかやっぱこう、日本人の気質というか、信頼できる日本の業者って感じがします。 はい、文章戻ります。また、コールドウェレットから暗号資産を移動する際にも多くの物理的、論理的セキュリティが確保されているため、お客様の資産は安全に保管されていますと。私たちはこの分別管理ルールを遵守し、販売所、取引所等の各種サービスを運営しているということでございます。で、もう通常通り営業しているんで大丈夫ですよってことが書いてますよね。これ素晴らしいですよね。ビットフライヤー。そして日本の暗号資産、うん、販売所、交換所っていうのは、この金融庁の 指示を受けながら、指導を受けながらこういうふうになってますんで、やっぱね、日本のお暗号通貨の取引所っていうのは何かと困りが効かなかったとか融通効かなかったみたいなところがありますけども、あの、顧客の資産第一ってことを考えるとね、いや、一番安心じゃないですか。投資家としては、あの、自分の手持ちのお金がいきなりなくなっちゃうみたいなことは絶対避けないといけないんですよ。なくなるにしても限定的であってね、あれやばい、こう、損切りができるようなところとか、あの、一発で、 ダメになってしまって、知名度を浴びるようなことがないようにしてほしいと思うんですけども、今回で、ね、FTX に資産を預けていった方、うん、やっぱりこう早速情報が入ってきましたけども、残念ながら、自ら命を絶つという例がね、もう20件以上報告されています。正確に FTX の破綻におけるものかどうかわかりませんけども、お亡くなりになった方の大半がですね、FTX に大きめの資産を投げていたりとか、そこに えー、自分で解約した学習険とかを入れていたりとか、様々な現金資産を交換してそちらの方に行ったりとか、株式を解約して FTX に入れたりとかっていうことで、一発逆転を狙っていたみたいですね。まあ、それが全て消えてしまったということで、絶望してしまうのもまあ無理がないかなと思います。投資をして自ら命を絶つみたいなことにならないように、やっぱりね、絶対になくならないような二重三重の、場合によっては四十五重の リスクヘッジをすすするることとがが求められれ思いますそれが投資の第一歩です絶対に資産をなくならないようにあの手この手を打っていくことそれができずにまああまり投資の世界に足を踏み入れるべきではないかなと思いますけども皆さんいかがお感じでしょうかそれではお疲れ様です。